なに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 、なに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 、なんないって言ってたじゃん。ん、ないんだけど、ないんだけど、気になることがあってさ。なに、ないんだけど気になる。なに、うん、なに、なんでスウェットなん。いやいや、それで一歩行くの。え、いやいやいや、俺がスウェットを履いてるっていうことで、うん、一歩回そうとしてる。え、なんでかなって、なんでかなって。いやいや、履くでしょ別にスウェット。いやいや、なんでかなって、新しい最新流行なの。知らんよそれは。俺も俺も売ってた服を買ってそれを着てきただけ。いや、まあまあ、じゃあなんとなくよ、うん、こう家でさ、履くにはスウェットって、まあね、まあまあまあね、だから外で履くって新しいこうデザインっていうか、その何、新しいさ、うん、試み、試みっていうかさ、なんか流行りとかさ、なのかなって。いや、もうそんなに言ったら別にスウェットパンツみたいなの結構あるよね。あ、そうなの。で、今流行ってるかどうか俺は正直知らない、うん、ただ俺はこれ持ってて、あとこれあったかいの、うん、ほら、ほんとだ、ほんとだ、もうモフモフなの。じゃあ、あれが売れないんだ、タイツの。そうそうそう、タイツって結構さ、締め付けられてさ、あ、苦しいもん今ちょっと。サミが入ってないけどさ、でしょ、うん、だから ここ来ると特に座るから、うん、座ると余計苦しいじゃん、うん、で、嫌なの、タイツが、うん、で、これよ。おぉ、もうモフモフ。おぉ、それ外用なの。じゃあこれ外用。あ、外用とか外用って書いてあったの。外用って書いてあるか。ある。逆に中用ある。パンツ外用。いや、でもそれはだってあるかもしれない。下着でさ、ブリーフ外用ある。ないでしょ。ないでしょ。下着じゃないもんだから。でしょ。いや、でもその外用って書いてあるか。外用って書いてある。あるよ、確かに。ないよ。いや、あるよ。外用とかないでしょ。ないのに履いてんの。ないのに履いてんの。大体書いてないからね。間違ってる。大体書いてないからじゃないの。そうなの。え、炎上しない、大丈夫。炎上しない。もうそれは履き方間違えてますよとか。いや、それパンツだったらそうだよ。ブリーフ一丁だったらそれは炎上する可能性あるよ、大いに。うん、捕まるもん、下着で出てたら。そう、ちげえ、僕違うの。外とか書いてない当たり前だけど。書いてないよ、ユニクロさんですか。ユニクロですよ。ああ、ユニクロさんですよ。じゃあ外で、まあいいのかな、じゃあ書いてないけど。だって家でこんな部分を増してるか、今。増してるか。してるかさ。うん、家じゃないんだなっていうちょっと疑問があったのよ、はいはいはい、新しいファッションかなと思って。でももう全然履くよね、履くのは。そうなんだ、うん、いやだからあれしょ、部活っていうか、なんかそのなんかそういうイメージでしょ、なんかわかんないけど、部活と田舎で着る、はい、あのドンキにね、コンビニ行くときに、ドンキ、あとこのぐらいのバッグでこういそうそうドンキにいるね、そうそうそうっていうイメージ。まあわかるけど、イメージ、まあ、もう全然違いますよ。違う、うん、外用ですよ。終わった。短っ。終わりもん。いや、そりゃそうよ、一歩行けねえもん。一歩行くの、だから言ったじゃん最初、これで一歩行くのって。短くなるよ多分で。だから俺言ったら行くって言うから、ええって言ったよ。まあ、まあ、もうちょっとなんかあるから、ね、高橋さん昔からスウェット履かない？俺履くよ、だって楽じゃん。そうだって。昔のは多分中用のスウェットを外で履いてたんじゃないかなって思ってるんだよ、ね、俺は。ああ、そこで外っぽいけどさ。昔は仲良い。あ、多分ね、あのグレーだと思う、それ。あ、グレー入ってた、ね。俺、これの同じグレーを持ってんの。で、あ、入ったもん、入った、入った。そう。で、履いてたんだけど、うん、グレーは中かってなって。ほら、ほら、そう。仲良だったんだ。グレーは中かもって思って。グレーちょっと悪く見えんもんね。そうそう、グレーこそじゃない。グレーこそ深夜コンビニヤンキーさんじゃない。イメージ。ね、まあまあまあ、グレーこそだよね。え、黒にしたの。まあ、黒ならいろんなバリエーションで入ってきてるもん、緑とかさ、赤とか。でもいっぱい持ってねえよ。俺黒かグレーしか持ってないから。赤とかさ持ってないのよ。ないの、ないの。買ってよ、赤。これしか持ってない。青とかさ売ってないでしょ、そんな色のセット。ないの、わかんないけど。カラフルなやついいよね。うん、いいじゃん。もうだって最近だからこういう形式だったね。でこれ今ダボっとしてるから、うん、そのよりスウェットがあるけど、これから細身のスウェットパンツもある。へえ。それがもう一番楽。だいたい俺それ、だいたい俺それ、それで来てるじゃん次。いや、いつも来てるって。見ろ、じゃあなんで今日だけ俺のズボン見て。なんで俺の今日だけ注目されてるの、ズボン。いつも来てるから。いやいや、どのダメちゃんでもだいたいそれ履いてる。嘘嘘嘘じゃねえ。嘘履いてんだよ。こんなスウェットっぽいやつじゃない。だから細身。細身っつってんじゃない。いやいやいや、エレガーデンのボカル、細身さんじゃない。
It's not a slide じゃない。細身スラーの人じゃない。グレーもね、出てきたし、さっき会話に。グレーグレーの色は違う、違う。テルじゃない。絶え間なくじゃない。絶え間なくじゃない。違う。違うよ。違うんだ。大体さ、履いてる。で大体もう最近一緒。なんか服、やっぱ選ばない方がさ、楽じゃん。あ、出た。もう最近その思考になってきちゃった。ジョブズ、ジョブズ思考近づいてきた。近づいてきちゃった。ジョブズ。たかしジョブズ気になる。お、タイトルそれ。ちょっとタイトルそれ。じゃマスク持ってさ。やばい。やばい。マスクってそんな釣りは。意味もわかんないし、釣れてるのかもわかんない。たかしジョブズになるはもう釣りでもね別に。なんでそれでみんな押そうと思う。そも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 押そうと思わない。などういうことってなって別に。釣れてないのよそれ。もっと上手くなるよ釣り。たかしジョブズになるいいじゃん。たかしジョブズになるわ別に。俺がうまく持ってる。釣りでもねえし別に。考えのすっごいだるいのはもうね、俺でもう1、2年やってるからこれ。もうそうね。指導と履くってすごくない？でもちょっとさすがにお前これ変えた方がいいよ。いやこれ買ったばっかりよまだ。え？去年。でも結構さ、ここもう黒ずんでるよね。去年か一昨年かな。多分こうやって君こうやってやったりするじゃん。うん、する。太もも結構もう黒いよこれ。いやちょうどいいんじゃない？いや白が黒くなってきてちょうどいいってことなんですね。なんで普段から白履くの？確かに動画だったら分かるね。動画以外でもさこの格好じゃん。動画別黒でもいい撮影多くない？別に映んないで。なんで白になったんだっけね。え、白っていつからですか？もうずっとだよ本当に。え、あのスーツ時代もうやめたら白？次だから2018、7、7、8ぐらい。3、4年ずっと。僕スーツの時会ってないから。あ、じゃあ18か。3年やってる。あの話はやばいよね。おもろい。あの話はほんと好きだ。もう一回やってほしいんだけど。スーツに、ベストに、ベレー帽。あの毛。あれやばいよね。あれやばいよな。瞑想期ね。あれだいぶ瞑想期。衣装瞑想期。衣装瞑想期。意味わかんないもんね。どういう格好になるのね。しかもあのベレー帽も確かなんか俺が福袋で買ってなんか知んないけど入ってたベレー帽を買おうってぐらいもやばいし見た目もやばいし、まあね、あれはあれでもおもろいね。今思うとおもろいよ。キャラあったもんね。え、謎だもんあいつ。あいつ謎だもん。確かにね。あれなんかアシスタント卒業みたいなので変えたってこと？あのタイミングだっけ？タイミングは全く分かんない。しかもなんていうかな、アシスタント卒業もなんか意味わかんないね。めっちゃ遅くやってたよね。うん、なんか意味わかんない、ね、なんかネタなさすぎて多分それやったんだ。あってメインでやってんの？メインメイン。あ、そっか。そう、不思議なメインだ今思うとね。今思うとすごいよね。もう2010その辺だよね。2010年代の YouTube だよね。だからもうね、うん、そういや面白いわ。全然新世代の感ないから。ないね、うん、死に物狂いさんしかない。懐かしい。待って、気づいたけどこれウーブパーカー、これ違くない？ウーブアディダス。うわ、何アディダスパーカー。ついに、んついに。いや別に入ってるよ。捨てろ。もうやめたんだから。いや、そう、捨てるのはだってもう。じゃあ捨てたの？いや俺捨てたと思うよ多分。全部？多分ね。めちゃめちゃなんか因縁あれ。いやいや、あ、違う違う違う。するじゃん。違う違う違う。だから普通に着てないから捨てた、うん、ああそういうこと、うん、だってそのウームになんかそのイベントとかで着るなら分かんないけど、だから着るか着てなかったら別にあるから。服は俺は着てるから。私服で。いやそのそれがレアケースだと思うよ。ウーム社員さんだったら私服でウームパーカー着る、うん、ウームのクリエイターさんだったらウーム私服で着る。まあ私服もギリじゃない、わかんないけど、うん、そうだ、シフームやめて私服で着てるのは、うん、多分オンリーワンですよ。他にいないもん、そんな人が。俺たちに普通に自分の服着るし。え、捨てたの？ あえて、いや俺多分だ、1着ぐらいあの分厚いやつ、うん、冬に着るようなのあったかな。捨てってすごいね。捨てるって、だって服買ったら、新しいの買ったらさ、もうだってパンパンになっちゃう、まあ、あんな服。 ね、そしたら古いの捨てていかなきゃじゃん。まあね、買わないからさ。だからそこで買うから。買うの？買ったらサービスみたいにあげればよかった、みんなに。このん応募者全員。いや、ウームのポテトもない。応募者全員サービスだ。なんでそのジャンプと同じ感じでやるの。フィギュアもらえるやつみたいな。そっか、確かにね。パーカーが増えてくんだよね、どんどんと。いや、そうだよ、だから。その、だから、結構あったから、俺も。やってるもう。パーカー紹介取りたい。取ってほしい。パーカー紹介見たくない。確かに。どのパーカーが生き残ってるのかね。ねえ。うん、いやいや、いっぱいあるよ。いっぱいあるの？すぐ出せないの？
捨てる？あ、捨てよう。これでいらないのは捨てようよ。あ、いらないのね。いらないの。でもネタで確かにもうずっとこれいじりてんのはおもろいから、一着二着は持っててほしい。それはやっぱある。それは持っといて。もう脱げよって言いたい、ずっと。もう持ちネタ。持ちネタ。まあね。うん。じゃあまあまあまあ。そうそう、だって人ほんと服買わないもんね。でもこれどうしたの？これね、いただいたんや、そのプレゼントかなあったり。ああ、なるほどね。いただいて、はいはいはい、そう、もらったの、これめっちゃいいじゃん、アディダスで。そうだからもういいなとかね。え、俺もグレーパーカー欲しい。今ちょうど欲しいんだよ、このぐらいのやつ。みんなさんにテルパーカー、みんなさんにテルパーカーじゃない。まあ、パーカーじゃない。次の誕生日ください。違う違う違う、まあいいか、それだったらだいぶ先だし。そんなにがめつくない。服は本当にもう最近いただき物で回ってるから、俺の。まあまあもらったら確かにね。だって T シャツ関連はもう今はだからもう何かしら作るじゃん。まあうちでグッズ作るか、それこそカイキさんたちイベントさせてもらうといただいたりするから、それで T シャツはもう回せるのね、基本的に。基本的に年に 2,3 枚入るじゃん。衣装じゃなくても私服で使う。私服で使えるからって。うん、これもほら君の、あ、俺のライブのやつじゃん。お、いや、俺は逆にこういうのはなんか思い出で着れなくて溜まってっちゃってるだ、そういうの。ああ、俺は着るタイプ。自分で何でもないから。何でもない。俺もライフのやつ何でもないからじゃん。何でもないからじゃねえ。あいつら悪いな。いや、でもその前に。ねえ、だってこんなに色あせるまで着てくれてありがとうとも思うし、思い出としても取っといてよとも思うし。いや、でもやっぱ。思い出はその取っとかないタイプとか、もう邪魔になっちゃうから、もうかっこいい、やっちゃうから、うんうん、だけど謎すぎてだ、それ着るから、着るから、それが謎なんだ、着る。だからもうこれはもう、てか私服、もうグッズとかで僕生きてるからね、はいはいはい、でシャツもまあ結構いただくことが多いのよ、うん、やっぱり時期的にプレゼントとかでもらえることが多いから、もらうでしょ、はいはいはい、最近パーカーも送っていただくこともあるから、もいい食事のいいがもう、揃うのよ、揃っちゃって、本当に買うの、これだけ。はいはい、まあ、ズボンはさすがに遅れないな。2年に1回か3年に1回ユニクロ行ってこのズボンを2枚買うっていう。それで待ってる。すげえな。同じズボン2も買ってんだよ、もう。すげえな。買い物旅ちゃんやろうよ、買い物旅ちゃん。いや、もうすぐ終わるよ。ユニクロでこれ2本買って終わりよ、うん、っていう回し方だよね、もう。なるほどね。で、なんかそう、うんうん、だからまあちょっと削ってもいいかなと思うけど、はいはい、多いからバカ。まあ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 ね、うん、っていうのはあるよね。面白い。よかったじゃん。うん。グッズで作ればいいんじゃない？だから自分の着たいやつ。あ、ね、そうだ、俺とかもこのパーカーやっぱ欲しかったから、これ。はいはいはい。頼めば作ってくれるんじゃない、高橋さん。こんなのがいいんだけどって。いや、別に俺もデザイナーさんとやりとりするから。まあ今言うのやるけど。ないのよ、その、そういうのが。その、これがかっこいいなとかは、ちょっとわかんないから、そうそう。うんうん、あんまわかんないの。自分で。うん。そう。だからまあ、着れりゃいいっちゃいいからさ。うんうん、っていうのはあるよね。なるほどね。うん。で、一個だけどうしてもやりたいことがあるから、うん、それはちょっと作ろうと思って。何それ？何？何作る？別の動画で話す？それやっぱ。いや、これ日本に分けるなんとかここまで話してる感じあったけど。いや、まだ分けようとしてない。それまだ言わない方がいいってこと？それじゃあまだ言わないようにして。言わないでしょ。そんな面白い話ないでしょ。何作るんだ？何作るの？いや、珍しいから、そう。やりたいことがあって、どうしても。作るとかじゃないってこと？作る作る。いいじゃん、楽しい。ジグソーパズル？え？ジグソーパズル？違う違う。ジグソーパズル。グッズ何がいいっていうのもちょっと楽しいね、そういう会話も。あ、いいね。まあグッズじゃないんだけど。それまた別で撮れんじゃん。それは本当に別で撮れんじゃん。それはだからグッズじゃない。あ、グッズじゃない。あくまで自分がもう自分の一旦一個。自分の一回一個。うん。なんだよ。を作りたいなっていうのはある。はいはいはい。以上。言わないでしょ。最後すげえふわ言うのかと思ったけど、ふわっとして終わるの、ね、やっぱ含みを出さないとね、まあ、どっかで発表になるかもしれない、うん、いつになるかもわかんないしね。それがそれなんだ、あれのことだって気づくかもわかんない。そんな大きい話じゃないから。こんなこと言ってたっけっていうレベルになっちゃう、ね、そう、何にも気づかないかもしれない。まあじゃあどっかで計算が欲しいやつが出るかも、うん、そう、次回どっかのグッズで、うん、グッズ欲しいもの、うん、まあおもろいね、うん、それちょっと話したいな、うん、結構さ、そしたら俺あれだよ、そのカタログもらったからさ、そのえ、そうなの、でも俺も今家だから、うん、まあ、次持ってくるよ、そのあ、次ペラペラペラって言って選べる、ね、うん、はい、というわけで意外と話せましたね。途中はもう3分ぐらいで終わるかもしれない。短かったと思ったけど。
はい。また撮ります。次も見てね。おしまい。お願いお願いします。チャンネル登録。